こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2019年12月、かねてより航空母艦として改修を施す方針が公表されていた護衛艦出雲について、政府が具体的なその費用31億円を計上することが明らかとなった。同時に艦載機となる F-35B ステルス戦闘機6機分の調達費用の793億円と整備費用の253億円も確保され、機体自体は2024年度中の調達となる見込みであることも報じられた。ただし、この2024年度以降に F-35B ステルス戦闘機が調達された後に、運用訓練が行われることになり、実際の航空母艦としての収益までにはまだまだ時間を要することとなりそうだ。そうした状況もあり、改修された護衛艦出雲に着艦する初の F-35B ステルス戦闘機は、アメリカ海兵隊が所有する機体となりそうだと伝える一部マスコミの報道もあった。こうした指摘には、護衛艦出雲の改修を過度に危険視する意図も垣間見えるものの、導入までの時間を鑑みれば、その運用は理にかなったものということができるだろう。ちなみに、冒頭に挙げた護衛艦出雲の改修費約31億円という金額は、大掛かりな軍事兵器と見た場合にはむしろ安価ではないかと感じられるかもしれない。その費用の多くは F-35B ステルス戦闘機の離発着に伴う熱から艦隊を保護するための耐熱加工に必要とされており、現状のヘリ運用とは比較にならない高熱に対応するためのものだ。これは F-35B ステルス戦闘機のジェットエンジンから、特に着陸時にその高温の排気が直接甲板に吹きつけるという特徴に対処するものであり、どうしても必要な内容だと言える。そもそもF-35B ステルス戦闘機の運用は自衛隊でも短距離離陸垂直着陸形式で行うものとされており、いわゆるストーブル機という位置づけでの運用が基本と言われている。ただし F-35B ステルス戦闘機自体は兵装の重量や燃料の搭載量に左右はされるものの、離陸も垂直に行える能力があり、非常に限定されたスペース内で運用することも可能だ。それでもイギリス最新鋭のクイーン・エリザベス級航空母艦などでは、離陸用にスキージャンプ式と呼ばれる艦首部分に緩やな弧を描く方式が採用されており、機体の燃料消費を抑えている。これを考慮すれば機体のステルス性を確保するため、燃料搭載量の少ない F-35B ステルス戦闘機の運用に際して、護衛艦出雲もこれに習うべきかもしれない。しかし、一説には、そうした仕様も検討したものの、護衛艦出雲の基本設計上からは重量バランスの問題や、現状設置されている設備の移転などから見送られた模様だ。何にせよ護衛艦出雲が F-35B ステルス戦闘機を艦載機とするにあたって、最も運用上の参考としている艦と召されるのは強襲揚陸艦ワスプだ。
この教習揚陸艦ワスプにもスキージャンプ式の艦首は採用されておらず、F-35B ステルス戦闘機の燃料消費量については、あらかじめ織り込み済みの運用計画となっているのだろう。全長で見た場合、護衛艦出雲は248メートル、強襲揚陸艦ワスプは257メートルとほぼ近似値に感じられるが、将来的には、甲板部分の拡張も視野に入れているのかもしれない。ただ資料館の満載排水量は、護衛艦出雲が2万6000トン、強襲揚陸艦ワスプが4万650トンであり、実に 1.5 倍ほどの容積的な開きがある。護衛艦出雲は、同型艦の加賀と並び現時点では、海上自衛隊では最大の艦艇だが、絶対的な大きさという部分では世界的には、軽空母に分類される大きさだ。艦載機として F-35B ステルス戦闘機の運用機数は、予算上と同じく、1艦あたり最大6機が想定されており、これも、強襲揚陸艦ワスプが10から20機止めされることより格段に少ない。それでも護衛艦出雲に F-35B ステルス戦闘機を艦載機とする意義は、膨張を続ける中国海軍に対する航空戦力での優位性の獲得、牽制に他ならないと言えるだろう。現状専守防衛を是とする自衛隊では、潜水艦が最大の戦力だと言えるもので、その優位性の源泉は高い秘匿性。つまり、水中でのステルス性の高さにあるということができる。すでに、数的には不利な対中国海軍に向けた航空戦力として高度な、ステルス性を有し、アメリカの F-22 ステルス戦闘機に注いで、史上2番目の性能と、召されるのが F-35B ステルス戦闘機だ。しかし、現状のヘリコプター搭載型の艦としても、護衛艦出雲単体では、最低限の防御火器しか搭載されておらず、これは航空母艦化しても変わらない。つまり、護衛艦出雲は、時間の周囲を防御してくれる別の汎用型護衛艦を随伴させた艦隊での作戦行動が基本となり、それらの艦艇の支援なくしては運用不可能だ。また、現状で護衛艦出雲が搭載しているヘリは敵の潜水艦を発見するための高位対潜哨戒能力を備えたものであり、F-35B ステルス戦闘機の常時運用は想定されていないという。ここから察するに、航空母艦化するとはいえ、護衛艦出雲もまた試験運用であり、設計時点から航空母艦である護衛艦が建造される礎となるものと思われる。